バンドのロゴモーターヘッドはイングランドのロックバンド。同国のミュージシャンレミー・キル・ミスターを中心に同志が亡くなるまで40年間活動した。HR、HM が確立する過渡期において特にスラッシュ、ハードコアの分野に大きな影響を与えた。バンド名の由来はフォークウィンドの同名の曲から。世界での売上枚数は1500万枚を超えている。 デビューから40年間一貫して大音量かつハイスピードの爆走型ロックンロールをその音楽性の軸として活動しておりスラッシュメタル、ハードコアパンクなどが出現する春改前からそれらの音楽性を包括するサウンドを展開してきた商業的にも音楽的にもカテゴライズの困難なロックバンドの一つであり時代に応じてハードコアパンク、ヘビーメタルと 複数のカテゴリーに横断的に分類された経緯がある。創設者であり、モーターヘッドのスタイルを作り上げてきた、中心人物であるレミーは、一貫して、ロックンロールバンドであると主張しており、1987年のアルバム、ロック N ロールも意識して付けたタイトルだと述べている。また、世間一般が、モーターヘッドのサウンドを、ヘビメタル、 スピードメタルなどにカテゴライズすることを好ましく思っておらず、ヘビーメタルより、むしろパンクの方により、親近感が湧く、ダムドとは共通の美意識を持っているが、ブラックサバスや、マシテや、ジューダス・プリーストにはそんなもの感じないとも述べている。実際にレミリーは、ラモーンズに曲を提供したり、ダムドと、ステージで共演している。ただし、 ジャンルの垣根にこだわっているわけではなく、オジー・オズボーンのノーモア・ティアーズで、オズボーンやザック・ワイルドと曲を共作したり、HR、HMK アーティストたちとの共演も多い。エディ・クラーク・フィル・テイラー1982年一時期4人、編成だった時期もあるが、活動期間の大部分で、ギター、ベース、ドラムのトリオ編成を貫いている。活動の 全期間在籍しているのはリーダーのレミーのみであり、実質的にレミーのバンドである。レミーは1975年にホークウィンドー、解雇され、同年に自身のバンドバスタードを結成するが、その後モーターヘッドと改名した。そしてユナイテッドアーティスツレコードとの契約を得て、初のアルバムをレコーディングするが、当時はオクライリとなり、この時の録音は、 バンドのブレイク後の1979年にオンパロールというタイトルで発売された。バンドは最終的にオリジナルギタリストのラリー・オリスの脱退を経て1977年にチジックレコードからデビューアルバムモーターヘッドを発表し、その後ブロンズレコードへ移籍する。ファスト・エディ・クラーク、 フィルシー・アニマル・テーラーを擁した1970年代後半から1980年代、初頭が最初の黄金期で、その極めて個性的な音楽性にもかかわらず、エース・オブ・スペースをはじめいくつかのアルバム、シングルをイギリスのトップ40チャートに送り込んでいる。特に1981年にリリースしたライブ版、ノースリープ、ティル・ハマース,ス・ミスはこの時代の金字塔である。 1982年に、エディ・クラークが脱退し、後任に、元新理事のブライアン・ロバートソンを迎えて、アナザー・パーフェクトでオりリ,リースするが、メロディアスなフレーズを多用した作風は、旧来のファンの失望を招く。レミーは素早くこの事態に対処し、ロバートソンに変えて、フィル・キャンベル、バーゼルを起用。バンド史上初の正式な4人編成となって、シングル、 キルド・バイです過去のベストトラックを収録したコンピレーションアルバムのリモースをリリースして体制を立て直す。1986年には当時のマネージャーだったダグ・スミスが設立したレコード会社 GWR へ移籍し、オーガズ・マトロン。翌1987年にはロックンロールを発表。この2作が アメリカでも高く評価されたことに加え、マネージャーのダグスミスが GWR の相談役に就任した経緯もあり、GWR を離れ、バンドは活動拠点をアメリカのロサンゼルスへ移すことを決意。1990年にレミーはロサンゼルスへ移住、同時にエピックレコード参加の新たなレーベル WTG へと移籍し、1991年には、 WTG へ移籍しての第一作となる1916を発表する。その後は何度かメンバーチェンジを繰り返しながらも一貫して従来のモーターヘッドサウンドを守り通し1995年からは再びトリオ編成に戻った。このラインマップはグループ史上最も長く続いており1970年代から1980年代までの 最初の黄金期をしのぐ数の作品を発表し、精力的に活動を続けていた。2015年11月11日、バンド初期の黄金時代を支えたフィル・アニマル、テイラーが死去。同12月28日には、バンドの象徴であるリーダー、レミー・キル・ミスターが死去。残されたメンバーは、ミッキー・ディーが代表し、モーターヘッドの活動終了を宣言した。 2018年1月、旧メンバーファストエディ・クラークが死去。これにより、ノアブム時代の全世紀メンバーはすべて他界した。ウォーピッグのイラストレミ正式なロゴは、モーターヘッドと後藤の M も含めてすべて黒い小文字で表記され、二つ目の王にブルーオイスターカルトや、モトリー・クルーが使用するようなウムラウトが添えられる。デビュー以来彼らのアルバムジャケット等様々な場所に、 登場する、牙を剥いた豚のキャラクターは、フォークウィンド時代からレミーと恋だったデザイナー、ジョー・ペタグノが、バンドのデビューアルバムのためにデザインしたものである。オスの豚をベースにデザインされ、レミーのアイデアで、ヘルメット、チェーン、スパイクが加えられた。このキャラクターは、アイアン・メイデンのエリザ・ヘッドと同じように、様々なアレンジを施されて、アルバムカバーに登場する。 オーバーキルでは内部から強烈な光を発するイメージで描かれ、ボマーではメンバー3人が登場した爆撃機のボディにペイントされている。アイアンフィストのジャケットはイラストではなく3次元の立体的な拳のオブジェクトを作成して撮影したものだが、指にはめてある4つの指輪の1つがウォーピッグになっている。 2001年1月、米国のプロレス団体 WWE 所属のトリプル H がファンであることから、彼の入場曲ザ・ゲームを手掛けた。その後、新たにキング・オブ・キングス、ライン・イン・ザ・サンドを手掛けており、ペーパー・ビューイベントレッスルマニア7を呼び、レッスルマニア21において、入場曲を生演奏している。ありがとうございます。